結果とは、当該種別の学校に入学できる資格を有するものに対して簡易な程度において、特別の技能教育を施すことを目的とする学校の過程である。サーティフィケート取得を目的とし、修行年限は1年以上で、卒業進路は基本的に就職である。日本の学校教育法では、第58条にて高等学校、第91条にて、 大学にも受けることができる条文があるが、高等専門学校や専修学校の条項では触れられていない。高等学校の別科は、法第58条第3項に基づき、専攻科入学資格者が対象となる。学生改革直後、旧制の青年学校本科に相当する過程として、農業、家政の別科が置かれた学校が多かったが、全日制高校の増設や、 進学率の向上でことごとく廃止された。横浜市立横浜商業高等学校には現在も利用、美容の別科が設置されている。大阪府にある市立高等専修学校であるや、島学園高等専修学校は3年間の高等家程と2年間の別科が設置されており、毎日通いながら合わせて5年間ゆっくりと学ぶこともできるようになっている。また、 その後の進度の一つとして、NPO 法人で青年の学びと生活を保障する、海を2017年に屋島研究科設立した。2018年5月1日現在別科の、高校生は147人である。大学の別科は、法第91条第3項に基づき、第90条第1項の大学入学資格者が対象となるが、高等教育ではなく、 中等以降高等以前教育に位置づけられ、終了時に学位は発行されない。高等教育に設置されている別科としては、が、比較的よく見られる。留学性別科留学性別科とは、大学や短期大学における教育の一環として、学校教育法に位置づけられた正規の教育課程で、当該種別の学校に入学できる資格を有するものに対して、すなわち、 日本の大学や短期大学の留学生、研究生、研究員に準備教育として日本語及び日本事情、日本文化その他必要な科目を教育することを目的とした教育機関である。多くの別科では日本文化、日本事情を日本語で教えるが、日本の大学や短期大学では、主に国立大学に設置されてある留学センターの他に、 留学生用に留学性別科を設置してある大学も多い。設置している大学及び短期大学は以下の通りである。留学性別科以外の別科大学や短期大学に設置されている留学性別科以外の別科を以下に記す。専修学校である愛知情報専門学校に別科が設けられているが、これはサポート校に近い。また、辻調理師専門学校。 辻聖火専門学校の別科や専門学校、清水時、着物アカデミアの別科は技術を身につける公開講座に近い。ありがとうございます。